皆さんこんにちは、ゲイちゃんです。本日も引き続き借金を背負った芸能人をご紹介いたします。林修。もともと銀行で働いていた林先生、しかし退職後は競馬や株などのギャンブルに明け暮れ、多額の借金をすることに。少し儲けたら大きく損をするの繰り返しで、多額の借金を作り、3年間ほど自堕落な生活を送った。自信のあった勉強を教えることをもとに予備校教師となって偏在し、今では誰もがそのユニークなキャラクターを知る存在となるまで大成しました。矢沢永吉。98年オーストラリアで事務所の元側近による巨額横領事件に巻き込まれ、35億円の借金を背負った。信頼していた側近社員の裏切りで、矢沢は莫大な借金を一人背負うことに。結果的に35億円の借金をわずか6年で返済してしまった。アントニオ猪木。モハメド・アリに支払うファイトマネーを捻出するため推定20億円もの借金を背負う。猪木の旺盛な野心はリング内に収まらず、多くの事業に挑戦している。ただし成功を収めたものはほとんどない。プロレス興行でもエネルギー事業でも失敗を繰り返しています。高橋由伸。1997年のドラフト会議で父の60億円もの借金を巨人が肩代わりした。ヤクルトを希望する由伸が巨人行きを進める両親らに折れる形で巨人逆指名を決めた。60億円という父親の借金を肩代わりしてもらった大きすぎる恩義がある以上、巨人とは一心同体の運命共同体になった。狭間寛平。自分では1円も借りていないのに保証人を引き受けたがため、総額1億円もの借金を背負う羽目になってしまった。共演者でもある先輩芸人から、俺の借金の保証人になってくれへん？と頼まれ、深く考えずにハンコを押して保証人になったのがきっかけだった。今やお笑い界の大御所だが、華々しい活躍の裏で長年借金地獄に苦しんでいた。本日も最後までご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録・高評価いただけると励みになります。